福島正則、幼い頃から豊臣秀吉に仕えた武将である。乱世の中順調に出世し、約50万石もの領地を手に入れるまで至った。そんな正則だが、晩年に領地の大半を失い、死後に全て没収されるという悲しすぎる最後を遂げてしまう。ジェットコースターのような福島正則の波乱の生涯を漫画で振り返る。チャプター1、大出世。1561年、尾張の国、桶屋の家に正則は生まれる。のり。加藤清正とは幼なじみであり、親戚でもあった。まさ。二人の生涯が大きく動くのは10代前半の頃。武士になりたいか。なりたい。正則たちは秀吉に仕える。秀吉は正則のいとこであり、百姓から武士になり上がった頼りがいのある年長者だった。出世したいか。出世したい。実子に恵まれなかった秀吉は多くの子を養育して家臣としていた。同時期に石田三成も秀吉に仕えている。同年代の彼らは秀吉の下で切磋琢磨しながら成長していく。それから数年後、1578年、正則は初陣の日を迎える。200石からのスタートだった。出世してやるぜ。正則が武将として本格スタートした頃、時代は大きな変革期にあった。1582年、本能寺の変。天下人の座にいた織田信長が明智光秀に襲撃されこの世を去る。信長亡き後、諸将が次の覇権を狙う動乱の時代に突入していく。正則はそんな戦国乱世を戦い続けることになる。1582年、山崎の戦い。この戦いで武功を挙げた正則は300石を加増され500石となる。よいしょ。1583年、賤ヶ岳の戦い。この戦いで正則は一番槍&一番首の太鼓を挙げる。よいしょ。秀吉家臣の中でも突出した活躍を見せた正則は5000石を与えられた。よっこいしょ。加藤清正もこの戦いで武功を挙げたが、正則の活躍には及ばなかった。悔しい。はっはっは。悔しいかよ清正。この戦いで特に武功を挙げた秀吉家臣は賤ヶ岳の7本槍と称され、正則はその筆頭であった。その後も正則は秀吉の下で数々の合戦を戦い抜いていく。1584年、小牧長久手の戦い。1585年、四国征伐。1587年、九州征伐。そして1595年、尾張の国清須に24万石を与えられる。よし。200石からスタートした正則の武将ライフは十数年で劇的に変わった。その頃には主君秀吉は天下統一を果たし、豊臣政権を築いていた。正則は秀吉からの信頼も厚く重宝されていた。これからもよろしくな正則。へい。大陸への進攻は任せたぞ。三成と共に頑張れ。へい。三成か、あいつ苦手なんだよな。日本を統一した秀吉は大陸に目を向けており、文禄の役、慶長の役に続く朝鮮半島への大規模侵攻を計画していた。この計画の対象として正則と石田三成が抜擢されていた。そんな中、全てを変える出来事が起こる。1598年、豊臣秀吉がこの世を去る。嘘だろ秀吉様。秀吉の死により朝鮮半島への新たな大規模侵攻は中止され、大陸に残っていた日本軍は撤退した。天下人秀吉の死により正則の生涯は大きく動いていく。チャプター2、関ヶ原の戦い。秀吉の死後、朝鮮出兵のいざこざにより、福島正則と石田三成の仲は険悪になっていた。てめえ舐めてんのか。私は私の仕事をしているだけだ。そしてついに正則は三成に不満を抱く同志を集め、三成を襲撃する事件を起こす。おれ、出てこい三成。くっ、野蛮な奴らめが。三成はこの襲撃を命からがら避けるが、両者の間の溝は決定的となった。まあまあ、ここは落ち着きなされ福島殿。徳川殿。この事件を一つのきっかけにして、正則は徳川家康に急速に接近することになる。
秀吉亡き後の混乱が続く中、天下分け目の大戦を迎える。関ヶ原の戦い、各地の武将は徳川家康率いる東軍と石田三成率いる西軍に分かれて衝突する。この時政範は東軍に属し、石田三成ら西軍と戦うことになる。豊臣家に恩はあるが、三成の味方はできねえ。貴様も豊臣家の邪魔をするか、政範。前哨戦では織田秀信の守る岐阜城を落とし、関ヶ原本戦では宇喜多秀家の軍勢と戦った。そんな政範の活躍もあり、天下分け目の大戦は東軍勝利で幕を下ろす。東軍を主導した徳川家康は江戸に幕府を開き、西軍を主導した石田三成は処刑された。そして数多くの武功を挙げた政範には安芸国と備後の国、計49万8000石が与えられた。関ヶ原の戦いで大出世を遂げた政範だったが、徳川家からの印象は良くなかった。豊臣家寄りな福島殿は裏切りそうでちょっと怖いな。さっきの戦いでも織田秀信の除名嘆願をめぐってトラブルがありましたしね。要注意人物ですな。まあ彼は豊臣家に恩がありますからね。政範は関ヶ原の戦いの後も秀吉の子である豊臣秀頼に忠誠を尽くした。そのことがさらに家康を警戒させたのかもしれない。チャプター3、大阪の陣。戦後、政範は与えられた広島城に入城する。ここは水害が多い土地だからな、堤防を築いて守る必要があるな。よし、城直すぞ。おお。広島に移った政範は広島城を整備、強化、そして周辺には数箇所の市場を築いて両国の守りを固めた。ここをめっちゃ強い国にしようぜ。おお。しかし政範の行動に家康が横槍を入れる。おいおい、福島殿、ちょっとやりすぎだな。え、マジっすか。謹慎ね。え、そんなこんなで政範は家康から一時的な謹慎を命じられる。やはり奴は信用ならんな。豊臣家も危険だしの。家康は豊臣家に恩を抱く政範と豊臣家自体を警戒していたようである。家康が関与しているかは不明だが、加藤清正をはじめ豊臣恩子の武将が同時期に次々とこの世を去っている。いずれも徳川家康と豊臣秀頼の二条城会見に同行した者たちだった。そして1614年、大阪の陣、徳川家と豊臣家は衝突する。この時政範は豊臣秀頼に加勢を求められる。頼む政範、助けてくれ。その一方で徳川幕府からは江戸に留まるように命令された。戦いに参加してはならん。秀頼様、申し訳ねえ。政範は秀頼の誘いを拒絶し、徳川幕府の命令に従った。それから数ヶ月後、戦いは徳川幕府が勝利、豊臣秀頼は自害し、豊臣家は滅亡した。政範は参戦することはなかったが、弟が豊臣家との内通を疑われ領地没収されている。徳川幕府から福島家への疑いの眼差しが途切れることはなかった。大阪の陣から数年後、福島家はその領地を大幅に減らすことになる。チャプター4、没収。1619年、政範は徳川幕府の二代将軍徳川秀忠に詰め寄られていた。福島殿、お主勝手に城を修理したらしいな。いや、あれは雨漏りした部分をやむを得ず修理しただけで。それでも許可は必要だから。城の無断修繕は徳川幕府が定めた武家諸法度に違反する行為だった。修繕した箇所を壊せ。はい。この時は修繕した部分を破却するという条件で処分は免れた。広島城、なんであそこまで言われんといかんのだ。そこちょこっとだけ壊しとけ。広島に戻った政範は指摘された箇所の一部分を破壊した。幕府の言い分に不満を抱いていたからか、甘く見ていたからか、政範は命令を遵守しなかった。江戸、秀忠様、広島城の件ですが。おう。福島政範の領地を没収する。命令に従わない政範に対し、秀忠は領地没収という重たい処分を下す。こうして政範は安芸国、備後国という
広大な領地を失った約50万石の領地の代わりに与えられたのは、信濃の国と越後の国の中にある4万5千石だった。マジか。そんな事件から約5年後、正則はこの世を去る。享年64。正則様。正則が亡くなったのは暑い夏の時期だった。それにしても今日は暑いな。ああ、このままだと正則様のご遺体が傷んでしまうな。遺体が腐敗すると思った家臣はそのまま火葬を行った。どうも、徳川幕府の者です。あ、どうもです。なんで勝手に火葬してんの。検死の前に火葬しちゃダメだよ。え？徳川幕府が遺体を確認する前の火葬はルール違反だった。こうして福島家に残された領地は全て没収されてしまう。マジか。それから数十年後、幕府からようやく許しが出て、正則のひ孫福島正勝が福島家を再興させた。お、福島正則、幼い頃から豊臣秀吉に仕えた武将である。破格のスピードで出世を果たし、それを上回るスピードで領地を失った。その生涯はまさに波乱の一言に尽きる。福島正則が住んだ広島城は広島市内の中心部にあります。交通アクセスも良いので、広島市を訪れた際はぜひ行ってみてください。余談ですが、城の近くにある三幸という尾道ラーメン屋さんがすごく美味しかったです。先日帰省した時に初めて食べました。広島城、広電神谷町東駅から徒歩12分。今日の名言。雨を感じられる人間もいるし、ただ濡れるだけの奴らもいる。ボブ・マーリー。次回の日本史漫画は、秀頼の死後どうなった、豊臣家の結末。ご視聴ありがとうございました。この動画が良いと思ったらグッドボタン、チャンネル登録をお願いいたします。次回も見ていただけると嬉しいです。またね。